それは、なんか代々木で多分止まるでしょ。新宿です。はい、どうも、かいりんです。本日はですね、JR 東日本新宿駅に来ています。でね、この、本日は3月14日、JR 東日本を含め、JR 各社、また私鉄も、ダイヤ改正の日になっています。まあ、JR 東日本の中の大ネタといえば、高輪ゲート駅開業、仙台日立、そしてサフィル踊り子のデビュー、東京踊り子 E257 系のデビューとありますが、今回は E257 系一番列車、特急踊り子1号、伊豆急下田駅、新宿8時30分に乗っていきたいと思います。で、今回は、グリーン車を撮っています。まあ、どういう風にね、改造が行われたか、搬出、もともと E257 系ね、搬出グリーン車から、全室すべてのものが、すべて、グリーン車に、変わりましたので、まあ、どういう風になったかね、見て、行きながら、下田の方まで向かっていきたいと思います。まず特急券受け取らないといけないとか、ダイヤ改正で誕生した、スーパービュー踊り子1号の変化系、特急踊り子1号でございます。続き下田行き8時30分。では、上がったらいますよ。おぉ、これか。5番線に停車中の列車は8時30分発、特急踊り子1号、伊豆急下田行きです。まあ、これによって一般が消えるからね。 4号車11番 A 席入りましょうか。ご乗車ありがとうございます。この電車は8時30分発、特急踊り子1号伊豆急下田行きです。もともと特急暑さ開始時代に使ってた時は、こちらが搬出グリーン車になってて、こちらがもともとのグリーン車を組んで、こちら側が、もともと普通車だったんですけど、今回はですね、もともと普通車側の席だったので、ちょっと窓がね、違う感じだった。なので、もともと普通車の席と、もともとグリーン車の席で、若干、窓の、感じが変わってるということになっています。発車まであとね、10分ほどあるので大丈夫ですね。30分発の特急踊り子1号伊豆急下田行きです。もともとですね、この電車スーパービュー踊り子1号と車していたものを、ダイヤ、そして、ダイヤが、全く同じまま、使用車両が変更という形で、名前も変わっています。自由席は8号車、9号車です。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は
特急踊り子1号伊豆急下田駅です。途中渋谷、武蔵小杉、横浜、熱海、伊東、伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲津、河津に停車いたします。自由席は8号車と9号車、グリーン車は4号車です。トイレは2号車、4号車、5号車、7号車と9号車にあります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。まもなく渋谷に到着いたします。大井のお客様はお忘れ物のないようご支度ください。渋谷の次は武蔵小杉に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Odoriko Limited Express bound for Izuku Shimoda. We will be stopping at 渋谷、武蔵小杉、横浜、熱海、伊東、伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、and 河津。Cars 8 and 9 are for passengers without seat reservations. Car 4 is for passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 2, 4, 5, 7, and 9. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone,go to the end sections near the doors. We will soon make a brief stop at Shibuya. The stop after Shibuya will be Musashi Kosu. Thank you. こちら多分ちょっと前回よりもちょっとですね、まあ、こんぐらいあって、両サイドがね川張りの座席になってます。そしてヘッドレストがこれ可動式になってます。ちなみにですね、こっちの前側の座席は多分モケット張り替えただけですけど、こっち側の座席はもともと普通車だったところに新しい座席を設置したみたいな感じなんで、多分ですが、これはもともとアズサで作ってたやつ、多分同じ座席を新調したのかな、多分。で、テーブルの方、こちらで前後に動かしたりとかはできないですね。あとは、トリックになってからこちら、グリーン車、普通車含めまして、窓側にはコンセントが設置されました。後付けが半端ないですけど。そんなところかな。もともとね、普通車だったんですけどね、ここ。
Welcome aboard the Odoriko Limited Express, bound for Izuku Shimoda. The next stop will be Usashikosu. Thank you. ありがとうございます。まもなく横浜に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。横浜の次は熱海に停車いたします。この次熱海は早いな。今東海道線上りに入って、そこから東海道線の下りに入ると。分ぐらい先行ったな。お前休憩持ってるじゃん。
あ、乗車位置が、これ新しいやつだな。あ、ここちゃんと貼ったんだね。なんか新宿は適当だったんだけど。確かに。ちゃんと新型の踊り子と区別してるね。
will soon make a brief stop at Akami. Passengers changing to Shinkansen and the Tokaido line, please transfer at this station. The stop after Akami will be Ito. Thank you.ご乗車ありがとうございました。まもなく熱海に到着をいたします。2番線到着出口は右側です。ご利用の落とし物をお忘れ物なさいませんようご注意ください。熱海を出ますと伊東に停まります。通過になります伊東線内各駅をお願いします。ホームがありまして1番線ホーム10時9分発水戸急行線直通水戸急下田駅をご利用ください。場合1画目と喫煙のこれがもう残ってます。あれは原型っていうか今の塗り直しです。トイレチェックしたいと思います。あずさ時代と何ら変わってなくて男子を用なんでした。ウォシュレットもタグにもついてないです。それでは停車駅は伊豆高原。
違います。もともとグリーン車だった方にはね、こんな方に窓がないですよ。こっちは窓があると。こっちの方が乗車率高いのに、あっちの方が空いてた。対応トイレ見てみましょうか。もう、まあ、一応グリーン車ね、両サイドトイレがあると思うので、なんか垂れてで、こっちは段枠なんで団体なんだっけ。いや誰もいないやんけ。でいいね。まもなく伊豆高原に到着いたします。降りのお客様はお忘れ物この列車は特急踊り子1号。
この辺までレンタカーです。レンタカーで30分ぐらいかかるんで、下田から終わってます。この列車は特急踊り子1号伊豆急下田行きです。次は終点伊豆急下田でございます。新潟駅前の方です。レディスジャンプ、ワークマホン踊り子のエクスプレスバンド伊豆急下田で、ネクスト伊豆急下田で、伊豆急下田につきましてからの観光のご案内、お泊まりのご案内は改札口でまして左側伊豆急トラベルでご案内いたしております。お気軽にご注意ください。ご乗車お疲れ様でした。まもなく伊豆急下田終点です。お出口は右側です。どなたかもさらに落とし物お忘れ物なさいませんようお手回りにお確かめください。本日は伊豆急行線、JR 線、特急踊り子1号をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。終点伊豆急下田に到着いたします。お出口は右側です。どうぞこの先も気をつけてお出かけください。ワーキングホーム、滑りやすくなっております。足元、気をつけてください。では下田に着きました。クラツもね団体組んで、いやでも乗り心地はまあ良かった。当然1パーゴよりは、うん、でも
不満はないけど、でもなんか昔から特急踊り子の車両といえば汚い車両というイメージしかないから、ちょっとそれが失われてしまったのも残念だし、なんとも、うん、こちら踊り子です。こっち側にはやっぱり乗っけることはできなかった、踊り子の絵を。なんか大人な感じがしますね。色合い的にもかなり落ち着いてる。いやでもいい25だけこれ、どう、なんか全部これに変わってしまうのは非常に悲しいなっていう。でもなんかよく考えてみると、サフィールとなんか色合いは全く同じな色してんなとか思いますけど、ちなみにこのね、今回重塗された NA、これが多分8平成だと思うんですけど、これ青森でね、ぶっ壊れた平成ですね。パイチが迎えに来たんだけど、ぶっ壊れたせいで帰れなくて、パイチが一回また帰ってったっていうね、過去がある。ちょっとこのスーパービュー乗車口っていうね、まだ残ってると。この、2号なんかね、NA、8です。で、それで、秋田からね、秋田、青森かな、この改造途中に、改造し終わって、で、東方面ね、改装されてる時に、またこちらも故障してしまってね、動けなくなるという事態が発生したりとか、まあ何かと不遇の編成なんですが、まあ今回ちゃんと下田まで、ね、一番列車として、まあ華々しくね、走っておくれたのでね、まあ非常に助かったという感じでありますが、この雨の中ね、下田に何をしろというんですかね、本当に。まあ今日鉄道旅はね、仙台か下田に行ってると思うんですけど、仙台だったら少なくとも大体屋内だろうけど、下田は正直全部外だから、ああこれは仙台に行った人たちに今回軍配が上がるかなっていう感じですかね。無念。